かな延のべかないのべかないのべかないのべから1933年8月13日は日本の法学者、経済学者、社会政策学者、法学博士、日露戦争開戦に際し、強硬に主戦論を主張したことで知られる。富津博虎を含む東大七博士の一人、静岡県出身、東京帝国大学を卒業した後、ドイツへ留学し、 グスタフ・フォン・シュモラー、アドルフ・アグナーラに指示。帰国後は、社会政策学会に参加しその中心メンバーになると、共に、東京帝国大学にて、放課大学教授。同大学で1919 19年に、経済学部が新設されると、初大学部長。1925年まで教授を務めた。ドイツにて習得した、経済学、社会政策の立場に基づき、 帰国後社会政策学会に参加して、中心メンバーとなり、自由主義経済への批判や、国家による労働者の保護及び、金銀副本位制度などの提唱を行った。日露戦争に先立つ1903年6月、富津弘と、富井正明、寺尾通、高橋作桜、小野塚紀平次、中村慎吾らと共に改選論を主張する、意見書を提出し、 世論を改選の方向へと位置づけた。また、日露講和条約にも反対の主張を行うなどしている。1908年11月28日、帝国学士委会員となる。ありがとうございます。